パシャは、オスマン帝国の高官、高級軍人の称号を。語源は不明だが、ペルシア語のパーディシャーに由来するとする説、トルコ語のバッシュアガに由来するとする説などがある。トルコ、エジプト、イラクなどで使用された称号を。13世紀、セルジューク朝で使われ始め、オスマン帝国時代には一部の軍人、高官に与えられ、後に、州知事、 管理の特権的称号となった。トルコ共和国成立以後、高級軍人はこの称号を持っていた。トルコ人男性の名前の一部に用いられることもあるが、普通には15世紀頃からオスマン帝国において、ベズイールやベーレルベーの感触を持つ高級官僚に与えられるようになり、称号として使われた。近代に入ってからも、首相や大臣、州知事、 召喚クラスの高級軍人の称号として用いられた。ムスタファ・ケマル・パシャなどのオスマン帝国末期に与えられたパシャの称号は、オスマン帝国滅亡後のトルコ共和国でもそのまま継承として使われていたが、1934年に公式称号として全面的に廃止されて使われなくなった。エジプト州知事などパシャの称号を持つ州知事の官職を指してパシャと呼ぶこともある。 ありがとうございます。